公務優先としてきた小池氏、昨日も視察が入っていた。史上初めて都内を走る路面電車内で行われたプロレスイベントを視察。ありがとうございました。ありがとうございました。開催された都電荒川線のイベントに小池氏が登場すると。